それでは早速始めさせていただきますまずはじめに k 1プロデューサー前田健作よりご挨拶申し上げます前田プロデューサーよろしくお願いいたします 皆さん、こんにちは。本日はお忙しい中、K1 ワールドグランプリ記者会見にお集まりいただき、誠にありがとうございます。来る9月22日、後楽園ホールにて行われる K1 ワールドグランプリサバイバル・ウォーズが BS スカパーさんで生中継されることが決まりました。今回、このような場を作っていただき、 BS スカパ関係者の皆様に心より熱く御礼申し上げます本日は木村フィリップ稔選手の対戦相手が決定しましたので両選手同席でこの場で発表をさせていただきますまたその他の主要選手も登場しますのでよろしくお願いいたします 本日の会見では K-1 公式サポーターを務めていただいている関根勇さんと K-1 テレビ中継解説を行っていただいている正人さんも出席をして大会の見どころを語っていただきたいと思います皆様最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたしますありがとうございました プロデュースありがとうございました続いてはリングを彩りますこちらの方々にご登場いただきましょう k 1ガールズの池田優里さん青山めぐさん西上まな美さん柳いろはさん岡田百合子さんですどうぞお入りください よろしくお願いいたしますお待たせいたしましたこれより k 1ワールドグランプリ2 0 1 5 i n j a p a n k − 1 u − 6 5キロファイトに出場する選手にご登場いただきます第2回 k 1チャレンジ A クラスアンダー7 0キロトーナメント優勝日本タンタンファイトクラブ脇光晴選手です はい、続きまして k 1ワールドグランプリ2015インジャパン k 1スーパーファイトアンダー7 0キロファイトに出場する選手にご登場いただきましょう k 1甲子園2 0 0 9アンダー7 0キロ王者クラッシュユースグランプリ2 0 1 2アンダー7 0キロ王者日本トライハードジム松倉慎太郎選手です そして松倉選手の対戦相手は中国武漢タイロンムエタイクラブティエン・シン選手ですティエン・シン選手は欠席のため写真とのツーショット撮影となりますありがとうございましたどうぞご着席ください 続きましてスーパーファイトの対戦カードを K-1 プロデューサー前田健作より発表いたします前田プロデューサーお願いいたしますはいよろしくお願いしますスーパーファイト K-1 アンダー6 5ラムファイト木村フィリップ美濃選手の対戦相手は平本蓮選手に決定しましたそれでは早速ご登場いただきましょう K-1 ワールドグランプリ2015インジャパンスーパーファイトアンダー 65kg ファイトブラジル ファイティングカイロスマイウェイジム。木村フィリップミノル選手です。<music> そして、木村選手の対戦相手は。 K‐1 甲子園2014王者日本チームペガサス平本蓮選手ですそれではツーショット撮影で、えー、再び フォトセッションを移らせていただきますお願いいたします <music> ありがとうございましたご着席ください <music> それでは 前田プロデューサーにこの試合についてコメントをいただきたいと思います。お願いいたします。はい、よろしくお願いします。えー、このカードが決まった経緯について説明します、えー、今日まで木村選手の対戦相手を発表しなかった理由は、8月22日クラッシュ名古屋大会で戦ったのり、選手と山崎選手が共にゲオ選手と戦いたいという話を聞いていたので、勝った方にオファーを送ろうと思っていました。えー、試合に勝った。 ノーリ選手にオファーをしたところ本人はとてもやりたがっていたのですが右足の負傷によりドクターストップが勝ってしまいましたそれを受けて山崎選手にもオファーを送ったところ山崎選手も両腕の筋断裂がありドクターストップが勝ってしまいましたこんな状況の中 K1 実行委員会として誰にやっ誰でしょうかと 考えたところ平本選手が即答で手を挙げてくれましたチャンスをつかむ選手というのはこういう時に即答できる選手だと思っています木村選手は超一流の本当に強い選手だと思いますがこの強敵に挑む平本選手のこのカードに皆さんご期待くださいそして脇選手の対戦相手は後日調整して 発表させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。それではこれより、出場選手の皆様に、意気込みを伺いたいと思います。まずは脇選手、お願いいたします。えー、単体ファイトクラブの脇です。えー、っと、急に、対戦相手、変わっちゃったんですけど。いや、やっぱ、平本選手に勝てば、もっと、上野選手と、やると思ってたんで、ちょっと楽しみにしてたんですけど。 まあそこはすごく残念に思ってます。やっぱでもこれからまだ一ヶ月ぐらいあるんでそこでちゃんと強い選手呼んでもらいたいと思ってるんでそこでちゃんと勝ってもっと一個一個上に行きたいと思ってます。よろしくお願いします。ありがとうございます。え続きまして松倉選手お願いいたします。えっと自分は相手が外人なんで。 えーまあ、しかもよくわかんない外人なんでその外人が勝っても、まあ、ちょっと本当、たぶんしらけちゃうしよくわかんない試合しても多分ちょっと微妙な空気になっちゃうんで、まあ、求められていることはもう本当そろそろしっかり倒すところを人に見せることだってことをあの自覚してるんでしっかりよくわかんないけどこの人を倒して。 11月とかにもう一回強い外人とやってグレゴリアンとかとやりたいと思ってるんで、まあ、しっかりやることをやります見ててくださいありがとうございますそれではその松倉選手の対戦相手ティエン・シン選手からコメントが届いております代読させていただきます k 1は世界的に有名な立ち技格闘技の大会でオファーを受けた時はとても感激しました 私は幼い頃から武術学校に通い3打では中国の全国大会にも出場しています対戦相手の松倉選手もとても強い実力者で彼と私が戦えば間違いなく激しく素晴らしい試合になると思います私は超攻撃型のファイターで多彩な蹴り技を得意にしているので日本のファンにはそこを見てもらいたいですというコメントが届いております それでは続きまして平本選手、意気込みをお願いいたしますこんにちは、えー、まずはこのような大きいチャンスを、えー、僕に僕を選んでくれてまずは試合を決めてくれた前田プロデューサーや、あのー、宮田さんに、あのー、感謝の気持ちがあるんですけどまあそうですね、あのー、K‐1 甲子園を目指すにあたって一番最初に見た試合が。 その僕の師匠の龍二さんと木村稔選手の試合を見てでこういう舞台で戦っていくんだなと思ってて龍二さんが引退を決めた相手もこの木村稔選手に負けてで引退を決めてで1年後、K−1 ジムで僕が入ってで今、龍二さんに教わっててそうですねまあ気持ち的にはまあ挑戦者なんですけどでもプラスに変えて。 パッキョーは最初、カマセイヌで,で、ラスベガスの強いチャンピオンを倒して、どんどん上がっていったんで、僕もそれと同じ気持ちで行って、で、そうですね、まあ、僕はリュウジさんの歌舞伎流の魂を受け継いで、2年、2年,越しか <laughs> 2年越しに、そうですね、木村実選手に借りた借りは返したいですね、リュウジさんの分も。それで一、本戦で、初めての本戦で、 で一番最初の相手はこの今、一番輝いていてで一番多分実力もあってで、まあ、一番みんなが面白いと思ってファンもすごく多いこの木村稔選手なので僕は別に当たってくわけろじゃなくてちゃんと龍二さんと作戦を考えて勝ちに行きたいので歌舞伎龍が復活して2年越しにリベンジをする姿を見ててください。よろししくお願いします。 ありがとうございますそれでは木村選手、お願いいたします、はいえーとまあ、平本選手、まあ、めっちゃ勢いあって、自分はも,もちろん舐めてかかるつもりは全くないです、まあ、でも、どうしてもどう頑張ってもかなわない相手はいるっていうことを俺は証明していきたいし、壁切る魂だったら俺には一生勝てないと思うんで、まあ、もう一回、簡単にひねります。まあ、でも平本選手はパッキ何でもでもないんで さっきお相手だったとしても、俺は勝ちに行くんで、まあそこはちょっと勘違いしないでほしいなと思います。簡単にバンクラスは起こせるもんじゃないんで。まあ、自分が今までの相手のとの小原の違いや格の違いを思う存分見せていこうと思います。まあ、でも、ここで最高の熱い試合をしないといけないと思うんで、平本選手ももうガンガン、俺に噛みついてくる意気込みで来てほしいです。自分もそれに負けないぐらい仕上げて思いっきり噛み付いてやろうと思いってます。皆さん応援よろしくお願いします。

日本選手そうですね、あのー、僕は選手としても木村稔選手を尊敬してて、ですごい逆,逆境にいつも立って、でゲーをも倒してで、今の存在力や立場を手に入れてると思うので、そういうところは見習いつつ、うん、一番最初に聞いたときには、すごいビビッとしびれる感覚を味わったので、ここで引き受けない理由はないなと思ったので。 まあ、胸を借りるつもりじゃないですけど、思いっきり噛み付うかなと思います。木村選手お願いいたします。はい、いまあ、トップである。以上、もちろん格上の選手にも格下の選手にも同じパフォーマンスを見して最高の試合をするっていうのは俺の仕事なんで、味、まあ、は k-1 の舞台に上がれる誇りを持って、も、ま、う、あ、バチバチのもうやばい試合します。容赦し,なしせずにもう逃がしません。もうなんならもう3。ラウンドずっと追い回してやろうかなと思ってます。 まあ平本選手もめっちゃ本当にいい選手なんで、まあ、バチバチのいい試合になるんじゃないですかね。まあまたいつもと違った緊張感も出てくる試合だと思うんで、そこをしっかり乗り越えて、俺も最高の状態に仕上げて、まあ最後はきっちり倒します。ありがとうございます。よろしいでしょうか。他にご質問のある方、挙手にてお願いいたします。 お願いいたします。えー、バウトレビューにあります、えー。前田さんにお伺いしたいんですが、あの先ほどのお話を聞いていますと、あの名古屋での木村対え、すみま山崎対ノイというか、まあこれもうこの二人に二択しかなかったかというように思ったんですけど、もうそういうつもりだったんでしょうか。えー、そうですね。えー、山崎選手もノイ選手も、えー、ゲオ選手と戦いたいという話を聞いていたので、こちらの勝った方に。えー オファーを送ろうと思っていました,ただまあどうしてもこの2人の対戦ですとけが、はい、の可能性というのはかなり深いかなと思ったんですけどですか、えー、その中であのこういう状況の中で、えー、K1 実行委員会として、えー、誰にしようかと考えた結果、えー、アマチュアでも、えー、今回は 10, 10代でもすごくあの格闘機会、えー、強い選手がたくさんいるんですけれども、えー、うちの 平本蓮も、えー、アマチュア経験も豊富で、K‐1 甲子園で圧倒的な強さを、えー、見せて、プロでも負けなしの、えー、勢いのある、えー、超新生なので、えー、平本選手が、えー、この時即答してくれたことで、えー、自分も納得がいきました、はい、じゃあ3番手は、本選手として考えよろしいでしょうか。はい あのこれで、まあ、11月のデオ選手の挑戦者決定戦争いというのが、はい、この試合の結果というのが大変さあると思うんですけど、ええ、今のところ、どのように考えますかそうですねあの、試合が終わってから考えたいと思います。 今回、ハーブ決まって、梶原選手から龍二さんから電話がかかってきて、お前にもうめちゃめちゃ大きいチャンスが回ってきたと言われて、んなんだろうなと思ったら、木村実選手との対戦ができるかもしれないと言われたので、あのまあ、やっぱり木村実選手は実力も高く、慶応率も高くて、まあ、危ない選手ですけど。 でも僕と同じ同世代で頑張っている友達もいるので、えーま、その友達にもここでいい試合をすれば追いつくどころじゃなくて追い抜けると思うので,そうです、ね、木村稔選手にも対する挑戦状ですけどその友達にも対する挑戦状だと思うので僕も頑張りたいと思いますリング上でいい夢を見させます。よろししいでしょうか それでは質疑応答の時間をこれで終了とさせていただきますご了承くださいそれでは続きまして k 1公式サポーター関根勤さんと元 k 1ワールドマックス世界王者で試合のスペシャルゲスト解説を務めていただきますサトさんをゲストにお迎えして大会の見どころなどを伺っていきたいと思いますそれではお迎えいたしましょう関根勤さんサトさんの登場ですお願いいたします スペシャルゲスト解説を務めていただきますマサトさんよりご挨拶を頂戴したいと思いますお願いいたします、えー、今回もあの解説を解説を務めさせてもらいますマサトです、えー、よろしくお願いします、えー、続きまして K1 公式サポーター関根智男さんお願いいたします K1 公式サポーター関根 CM ですよろしくお願いしますお二方よろしくお願いいたします。<laughs> えー、それではここからはですね前田プロデューサーにもご参加いただいてトークセッションとしていきたいと思いますどうぞ前の方へお越しくださいそれでは早速お話伺ってまいりたいと思うんですがいよいよ大会まで一ヶ月を切りました、えー、前田プロデューサーからも木村フィリップミノル選手の対戦相手発表となったところで関根さんはいいよいよこうなんとなく大会の そういったものが見えてきたかなという状況の中でどうですか、はい、今日のカード発表などをご覧になって。ドドキドキします、ねうん、もうやっぱり k 1という冠がつくとやはり選手がです、ね、一段と燃えるわけですね、はいで、その燃えさせる舞台が k 1なんでこれが相乗効果っていうんですかね、えーあのー、これをやっぱり見たかったんだっていう大会が。 僕は行われると思います、はい、その中で関根さんが、まあ、今、会見をご覧にいただいている方、はい、プレスの皆様にこう関根さん的に注目されている対戦カード。はいまあ、やっぱり木村選手と平本選手なんですけども、な、まあていやなんですよね、これは思い切ったマッチメイク、これは前田さんのもう得意の。 左緑キックみたいなね、得意の驚かせるマッチメイクですね。そうですね。あの皆さん予想しなかったカードと思うんですけれどもね、あの本当にあの十代とは思えないあの抜群のボシボフシングテクニックで木村選手に挑んでくれると思いますので、もしかしたらどうなるか僕もわからない試合だと思ってます。はい。あとはねあの松倉選手。僕あの高高高師園の時から。 見てましてで、彼はね、なんか、花があるんですよね、で、僕はね、勝手に TOKIO の,の松岡っていうふうにんでキック界の松岡って呼んでるんですけども、も松倉にかけて、やっぱり彼が活躍すると花があるんで、ぜひ活躍したいとしてほしいいと思いますただ、前田プロデューサー、また対戦相手も、はい、まあご本人はね、はい、ちょっとわからない外国人選手というお話がありますあでし、はい、ね ディエンシン選手はですね、相手の攻撃をもらってもあの一歩も退かないタフな選手で多彩な蹴り技を持っている選手なので、松倉選手が蹴り技で対抗していくのか、それともパンチで倒しにいくのか、すごく楽しみな試合と思ってます。わかりました。じゃあ関根さん、松倉選手の試合にも注目ということですね。注目しています。ありがとうございます。さあ、正とさん、正とさんはいかがでしょうか。 僕,もやっぱり僕はやっ,ぱあのーあのー、やっぱりメインイベントの木村選手対平本選手、楽しみにしてますね。ここれ一番どういったところがいや,やっぱり、あのー、気持ちとしては分からないですけど、木村選手はやりにくいんじゃないかなと思うんですよね。<ー>今までずっと挑戦して、ね、自分から仕掛けていくタイプが、逆に今回仕掛けられるんで、ええあのー、平本選手に。 であのやっぱ選手っていうのは、まあ、僕にもあったんですけど結構、この出世試合っていうのがあるんですよ、はい、この試合を機に出世するっていう試合がそれがもし平本選手が勝つようなことがあればこれが平本選手の出世試合になるんじゃないかなとあ<ー>だけど、まあね、そう簡単に木村選手も勝たせてはくれないと思うので、うん、やっぱりあの4歳差 多分21歳の頃は17歳のガキに負けねえぞっていう気持ちはすごくあると思うんですよ、木村選手からすると。やっぱりそこは、あの大人の力を見せてやろうとか思ってるんじゃないですかね。あななるるほど、うん、まあ面白い試合になると思いますねということは、選手の心理的には、こう客観的に見て、有利なのは平本選手、あのー。やっぱ挑戦者の方が有利ですね、うん、楽ですね、うん、失うもんないんで。はい まあ木村選手はあの、まあ、プレッシャーをかけちゃうようで悪いんですけど絶対負けられないですからね絶対に負けられないですからこんなやりにくいことはないですよなかなかやばいプレッシャーです、ね、<laughs> チャンスで勝田選手も、ね、チャンピオンとしてそういったこう、ええ、受ける立場での試合ね数を経験されてると思いますけどいやもう僕なんかもう寝れない日々を何度過ごしたかっていうでもそれを乗り越えてまた本物になってきますから。うん まあその人生の試練だと思って超えていくのがやっぱ本物ですから、はい、それも期待したいですちなみに木村選手はご自身の性格的に、はい、今正人選手、このサト選手でも眠らない日々があったっていう話があったんですけど木村選手いや自分も試合は結構眠れない日々を送ることが多くて。はい でも正直あのゲオ選手とかってやる時は一番楽だったんですよね気持ち的に。ああ。じゃ挑んでいくか。そうですね。なので一番もう思い切って試合できたので今回多分一番プレッシャーを感じる日々を送るんじゃないかなと。まあでもここを越えてこそまあさっき言ったみたいに本物だと思うんでまあしっかりまあしっかり潰します。なるほど。これ関根さんそういった意味ではお互いにじゃチャンスはチャンスなんですね。そうなんですよね。うん。山本選手は超えれば大きいし。結局その格闘技。 特に個人戦の格闘技ね、勝者と敗者のこのコントラストがね、色濃く出るんですよ、あのー、例えばサッカーとか、はい、まあゴルフだとか、ええ、ここまで色濃く出ないんですよね、勝者と敗者が。いや、実は格闘技って、一体自分との戦いなんですよ。対戦相手じゃない多分それを今回はものすごく、木村選手は自分との戦いを。<laughs> <laughs> その大会当日まで、<laughs> 多分ものすごく感じると思います、ね、<laughs> かなりプレッシャーかかってますけど、<laughs> ちなみに雅人さんもずっとこうテレビの解説で放送席から試合ご覧いただいていると思うんですが、雅人さんが支えていた時代があった、ええ、今、木村選手が競馬を支えようとしている、雅、うんね、人選手からご覧になった木村選手っていうのは、やっぱり花川って、あのー、毎回おの面白い試合をしてて、いい選手だなと思いますねこはやっぱりやっぱり木村だなっていう試合をね。 <laughs> あの楽しみにしてますよ、<laughs> 本当、9月2 0日、<laughs> うん、かなり強いプレッシャーがあ関根さん、はい、関根さんはずっと平本選手も、小さい頃からご覧になって見てましたねあの、成長度がすごいですよね、急激に強くなっていきましたから、はい、そういう意味ではあの、また前回の平本選手とは違う平本選手が、その今度の大会はリングにはいると思いますから。から でまたま、ああ受ける方のねこちらの木村選手も成長が早いんですよ、お互いに速い同士で成長していくんでまた本当にいい試合見せてほしいですね、それでまた切磋琢磨してね、お互いにね。 引っ張っ張てていっていほし、はい、あとちょっとあんまりプレッシャーを与えすぎたんで、<laughs> ちょっと楽になるアドバイスを一言いいですか、そういう場合は自分が挑戦者だって思い,思い込んじゃうと、結構楽になるって、僕がお前に挑戦してやるぜっていう気持ちで、日々過ごすと意外に楽になるかな。なるほど、ね、平本選手よろししくお願いします <laughs> <laughs> ま、前田さん、でん粛のあるね経験されたからこそのお言葉ありましたねうそうです、ねあのえー、先ほど、雅、ま、く、あ、君は本当にあの深い話をしてくれるんですけれども、えー、やはりあのこういうチャンスが訪れたときに即答できる人っていうのはやはりチャンスをつかめる人だと思っているので蓮君には、ね、あのしっかり頑張ってほしいなと思います、はい、さあそして、まあ、先ほど、ね、関根さんの、はい、あの言葉でこう1対1の格闘技は色濃くね。 勝者と敗者が出るってお話ありましたけれども、今日はねもう一方、元プロボクシングの世界チャンピオン、和島光一さんにもねお越しいただいてるということで、ぜひあのこの大会について、一言コメントいただきたいと思うんですが、和島さん、いかがですはいやはりね、あのね、男と男なんだよね、だからね、どっちがね、立ってるかってことだよで、その中にはね、はい、練習は根性、試合は勇気だからね、勇気があるやつが勝つんだよ。 輪島さんが本当に言ってた言葉です、練習は根性、だけど根性でめっちゃくちゃ練習することによって自信が湧くんだけども、試合は勇気がないと、獲得した技術を出せないとい。 中に入ってこうもう戦う勇気なんだって言ったら、和島さん言っても選手たちにその勇気を見せていただきたいそうなんですよ、はい、さあ前田プロデューサー、はい、えーもう1か月、大会まで切りました、はい、そして、えー、新生 k 1になってからは後楽園ホール大会というのは、こういった大きな大会は、まあ、前回ありましたけれども、はい、大きなこういう公式の大会は初めてとう、ね、いうことになるんですが、プロデューサーとして、えー、見どころ、そしてこういった試合に、戦い、えー、こういった大会にしたいというものをぜひです、ね、アピールしていただきたいと思います。今回のの戦いのテーマはサバイバイル 生き残りをかけた戦いとなります、えー。選手たちのチャンスをかけた熱い戦いに皆さんご期待ください。はい、ありがとうございます。えー、そしてですね、あのガオラでは今後も K1 の試合たくさん放送してまいりますので、ぜひあの皆様お手元にお配りした資料をご参照いただきたいと思います。えー、ガオラでは今後もたくさん K1 の試合放送してまいります。よろしくお願いいたします。さあということで、えー、そろそろトークセッション終了とさせていただくんですが、改めて、えー、マスさん。 最後に一言いただいてよろしいでしょうか。はい、本当にあの9月22日はもうあのとにかく熱い戦いを楽しみにしてるんで、えー、それまで最高のコンディションを作って最高の試合を見せてください、えー、期待します。ありがとうございます。関根さんお願いします。はい、あの9月22日の K1 という舞台がまた選手を輝かせます。ですからその輝きを皆さんあの目撃してください。よろしくお願いします。ありがとうございます。 それではこれより質疑応答に移りますご質問のある方挙手にてお願いいたしますはいお願いいたしますウェブザテレビジョンの亀谷と申します、えー、関根さんにお伺いしたいんですが、はい、あのまあ新生 K-1 楽しみにしている視聴者の方テレビにやれる方にですねまあ K-1 という舞台があの選手は厚して相乗効果で、はい、もっと面白くなるという話がありましたが、はい、あのその魅力についてちょ詳しく教えていただけますかえー まず普段からですねあのキックボクシングの選手っていうのはものすごくあの真面目に強くなろうと練習してるわけですね。それでまああのいろんな大会でそれぞれの大会であの技術や精神力を磨いてるわけですよ。そそこでその そこの自分が培ったものを発表する場が大きいところがあまりなかったわけですよね。そこでこの k 1という大きい世界が来ると、えー、あの目標が高くなって選手はより一層のその、えー、向上心が湧いてくるわけですね。でそれによってあの今までの自分と違うものをこう出すというで。そのやっぱり だからこれなんんて言ううでしょうねオリンピックとか世界大会と同じであの日本の大会だけではないでその世界大会でまた輝く選手っていうのもいるわけですだからあのー k ワ1という舞台で本当にあの今までの実力が出るっていうそれ以上のものが出るっていうねそういう場なんですよね。これは不思議なあの要するに、まあ 野球でいうと高校野球でという甲子園、地方大会と甲子園また違いますから、また輝くじゃないですか。かそんな感じで、だまあ清宮幸太郎が紅楽園ホールにやってきたっていうふうに思っていただければ、<laughs> <laughs> そんな感じですよ。<laughs> はい、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。続いてご質問のある方は挙手にてお願いいたします。はい、お願いいたします。はい はい、関根さんにとって k 1というのはどんなものですかそうですねあのー、うん k 1はねんでしょうねもう僕その格闘技好きの人間にとっては、うん、まあスポーツが好きな人のオリンピックみたいなもんですねだからあのー、僕の中ではオリンピックと同等と。

1> k 1がヘビー級しかな,なくて僕がマッ,クスをマックスで有名になるんだと思った時の気持ちとみんな同じ気持ちを持って戦ってるなっていうふうに思いますね。あの勝てばいいっていうだけの選手はあんまりいないなと思って内容をもうみんな倒して勝とうそういう意識がすごく伝わってきて毎、まあまあ、回面白い大会だなというふうに思って見てますね。